あ、あんまりじーっと見られると困るというか、こうして晴れ着を着たものの、やっぱり、ちょっとだけ照れくさいんだよね。ということで、この格好に対する感想は受け付けません。かけていい言葉はただ一つ。あけましておめでとう以上お正月からやりたいことが目白押しだね せっかくあたしも晴れ着に着替えたんだし、後悔しないように全部回っちゃおうおおなんだか筆のノリが良くなってきたねこのまま一筆したためれば自信作が生まれる気がするよ聞いて聞いて新年早々、いいことがあったんだよ すっごく調子がいい気がするんだよね。だから、おみくじなんて引くまでもないよ。今日のあたし、いや、今年のあたしは、絶好調のはずだから。福袋を買ってみたら、中身は見事にあたしが欲しいものばっかり。やっぱり運は、さやかちゃんに味方してくれているみたいだね。 素敵な晴れ着を着て、美味しいものを食べて、心ゆくまでお買い物。こんなに最高の信念があっていいのかな新たな一歩を踏み出して、なんだかみなぎってきたって感じこの格好をしているからかないつもより前向きになれた気がするんだ。 か、いつもより胸を張って歩ける気がするんだだから、景色も普段と違って見えてきっと新しい出会いや発見もあるはず自分の気持ちに素直になるってすごく難しいことだよねでも、思い返すと去年もいろいろと支えてもらったから今年はみんなに応えたいんだだから私は 正直になりたいって思う。この言葉を言いたくって、去年からうずうずしてたんだよね。どっちから言うそれじゃあ、あたしから。明けましておめでとうおはよう昨日は眠れた実はあたし、 年越し前に寝ちゃってさあ、もったいない気もするけど、たくさん眠ったから元気があり余ってるよ特別に美味しいお餅の食べ方を伝授してあげようこうやって焼き餅にチーズを乗せて海苔で巻いて食べるのほら美味しいから食べてみてよ お正月の間は、ほとんど和食を食べてるから、そろそろ違う味を体が欲してるんだよね。えー、っと、ピザとか、カレーとか。夜はまだまだ寒いね。冬休みだからって、浮かれてたけど、そろそろ家に帰ってぬくぬくしますか。 親戚と挨拶するのはめんどくさいけどさ、お年玉のために我慢我慢って、この感覚普通だよね。あたしって悪い子かな家で怠けるのも最高だけど、体が怠っちゃうのは良くないよね。というわけで、魔女退治で運動運動 お正月の新聖さやかちゃんに、偽物が叶うわけないでしょんちょっと待って。あたしをコピーしてるなら、あっちも新星ってこと今年は何か習い事やろうと思ってさ。何がいいかなあ、思い出した。何か習い事をって、去年のあたしの抱負だった。 ちょっと早く向こうで穴場のお店を見つけたの看板も出さずにセールやっててさほらほら急がないと他の客も来ちゃうよ毎年毎年初日の出を見に行こうと思って結局行かないんだよね。いっそテレビで放送してくれないかなでも、それじゃあありがたみがないか。 お年玉って、どうしてるあたしは全部貯金に回してるよ。中学生にとってのお年玉は、貴重な財産だからね。誰にも渡さんそういえば、学校って何日からだっけうわあごめん今のはお正月を楽しむ上で、絶対にしちゃいけない質問だったね。反省反省。 年が明けたからかな。見慣れた三滝原が、ちょっとだけ前と違って見える気がするんだ。って、何恥ずかしいこと言ってるんだろう、あたし。今のを忘れて。一応みんなに年賀状を出したんだけど、今日このやつだけ住所わからなくてさ。仕方ないから、今から直接届けるつもり。 京介のやつ、忙しくしてるのかな前はお正月に見かけたりしたんだけどね。神社に行ったら、あいつの分も祈っておこうかな。勝てばきっと、いい一年になるよここで負けるってのは、縁起が悪いからね。 勝利ってしたためたい気分だね。さーて、帰ってみんなでゴロゴロしますか。友達への挨拶をメールで済ませるのって、あたしは好きじゃないかな。だからこうしてきたわけだし。改めて、今年もよろしくね。よーし 気合い入れて選んじゃいますか神浜のお店もなかなか捨てがたいね勇気を出して、いざ入店京介のことは別に関係ないし。自分に合う色なんてわからないよ。やっぱり私には無理だよ。